こんにちは、健吾です。いつもありがとうございます。カメラを新しく買いました。今これを撮ってるこのカメラですね。以前ご紹介したこのカメラは壊れてしまったので、買ったんですけども、キャノンでもニコンでもなく、こちらのカメラメーカーとしてはちょっとマイナーなカシオのカメラ、このカメラの、後継機を買いました。もちろん、有名なメーカー選べば性能が良かったと思うんですけども、このカシオのカメラが結構使い勝手が良かったので、これの、全く同じものでも良かったんですけども、これの後継機モデルですね、これのもっと新しいバージョンのカメラを買いました。こちらがですね、以前使っていたのがエクシリーム500から確かなんですけど、これはもっとその上位、後に発売されたやつですね。でこちらのカメラと一番の違いというのが、液晶画面です。これはこうなってるんですけども、今撮ってるこのカメラは、チルト液晶です。チルト液晶というのは、画面がこうパカッと開いて、こうするこうなってるのがパカッと開いて、自撮りができるようになってるわけですね。なので今ここにレンズがあって、この上に、液晶があります。私は普段、カメラで自撮りすることは全くなくて、スマホとかでも全く自撮りする機会ではないわけですけども、写真では、こうやって動画になるとやっぱりこの自撮りの液晶がすごい便利ですね。使ってみると、以前このカメラだと大体こう三脚にセッティングして、録画ボタンを押してみて、大体どのくらいどっかどこが映ってるか試し撮りして、その後大体どこかなって見当をつけながら、こうやって撮るわけですけども、やっぱり撮ってる間もどこまで映ってるのか分かんないから、ちょっとこうやってラバーとか出したりするとき、ちょっと不安になったりするんですけども、これだともう映ってる場所が一目瞭然なんで、映ってるときは左右反転してるんですけども、実際撮れた、動画は、反転してない普通の、画面になってます。なんでこのやっぱり液晶の違いっていうのは非常に大きいですね、こう YouTube やると。他にも、性能良くなったところはいろいろあるんですけども、それはまた別の機会に、カメラ、その単独で、紹介したいと思います。残念なところはですね、こちらにあった、YouTube モードですね、このカメラには YouTube モードというのがありまして、それはですね、そのモードで撮影すると YouTube に直接アップロードできるファイル形式になっているんですね。ですけども、新しいモデルにもかかわらず、こちらはですね、その YouTube モードというのがなくて、なんで1回撮ったファイルをそのままの YouTube アップロードできないんで、1回、動画変換するなりして、その手間がかかっちゃうんですね。でもどうせそのまま撮ったものをすぐ出すことが少なくて、一回編集するんで、あんまり変わんないかなと思うんですけども、ちょっとそこはね、時代が進んで YouTube、これ発売した時よりも YouTube の何、普及してるはずなのに、その YouTube モードというのが、なくなったというのはちょっと残念なんですけども、それを置いても、いろいろやっぱりメリットこのカメラには確かあるので、今回、中古で買ったんですけども、大体1万円台後半かな、2万円はいってないと思います。カシオ自体がもう、デジタルカメラ市場から撤退しているんで、新品では買えないんで、中古で買ったんですけども、なかなか使い勝手が良くて、ここ何回かの動画はすでにこのカメラで撮影しております。このカメラについて、今まで使ってたモードの、比較ということで、もうちょっと詳しくまた動画撮りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。健吾でした。